こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第103回2016年10月19日ごろ配信予定号です中根です。 103度目まして、インフォアクションの植木です。この度、遠近両用メガネデビューしました、新人の山本泉です。<laughs> 新人<か>、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます。<laughs> そうか、遠近両用メガネ、えー、新人なんですね。はい。デビューしましたあ。なるほど。植木さんの仲間入りってことですかね。植木さんメガネは、 今明日はるんですか最近。僕はね、<近>僕は老眼鏡だから、<ー>遠近療養まで行ってないんだななるほど。私はもうドッキン眼なので。ああ<ー>。そうなんですよ。なので、あの、眼科行って、最近遠近療養のコンタクトレンズもあるので、見眼した時に、眼鏡とコンタクトレンズ、遠近だったらどっちがいいのかなって相談に行ったら、 あの、卵子が入っているから、メガネですね。一択って言われました。へー。入って。そうなんだ。からそれ以外は普通の、その、あの、近眼用の、普通のコンタクトをして、老眼鏡化。っていうことですね。<ー>そうなんですよ。君たち大変だない <laughs> えー、おかげさまで大丈夫ですよ。遠近療養すごいのびっくりしちゃった。<laughs> あの、どっちも見えるの。<laughs> <laughs> あやっぱ便利。<laughs> すごい、画期的で超未来ですよ、これ。<laughs> 超未来あそ超未来。やばい。やばい、あ、そうですか。はい。はい。ということで、あの、全然まあ関係はないんですが、10月19日といえば、1962年10月19日に、アニメーション制作会社、タツノコプロが設立された日なんですって、で へえ。へえ。で、てなことで、タツノコプロのアニメといえば中根さんなんですかちょっと待って、タツノコ、どれがタツノコプロことかあんまり意識したことがないでござる。あ、あの、ヤッターマンとかですね。ヤッターマンは、まあ、タイムボカンシリーズですね、じゃあ。そうですね。えっと。ああ、でもまあタイムボカンシリーズは大,大概見てましたけど、多分子供の頃。うん。その中でも。 うん、いややったーマン2が一番なんかなんとなく印象に残ってますけど、ー2だと思うな、<あ>多分。あの、あのー、今、ちょっとウィキペディアで調べると、例えば、ハクション大魔王、みなしごハッチ、<ー>田舎ペ大将、ガッチャマン、エン、ね、コデメタン、えー、心臓人間、キャッシャーン。はい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 、<か>キャッシャーン見てなかった。ええー、ま、ゼンダマン。 ね、ああ、あそうするとタイムボカンシリーズですね。うん、はい。ダッシュカッペイ。でもね、なんかね、あダッシュカッペ懐かしい、ね。マクロスまだ、じっく、あの、マクロスもですって。はい,はいはいはい。へそんな感じで、の中とかであれば。いや、なんか、なんかね、最近、あの、最近ってこともないですけど、結構大人になってから気づいたのは、僕はちっちゃい頃見てたものが、その、はい、アニメなのか、特撮なのかっていう区別を一切せずに見てたってことに<ー>気づきましたね。 確かに音とか一緒ですもんね。そう、音、音の感じからだけだと多分ね、全部同じなんですよ。そのアニメか特撮かとか全然、<ー>下手したらドラマだって分かんないんですよ。うん<ー>。なので、あの、アニメの話という話の時に、なんか、あの、出したやつが実はアニメじゃないみたいなことが起こりうるってことに気づいた,<ー>たのが、いつぐらいかな、大学生よりもうちょっと後かな、ぐらいに、<ー>あ、そういえばそう、そういえばそうだねって思ったんですよ。 確かに今言われて、そう、そうです、そっかって思いました。そう,そう、あと、ま、あアニメだと思ってたら人形劇だったとかね。そういうことあ,<ー> <laughs> あるわけですよ。なるほど。確かに展開とかそうですよね。うん。<ー>なんか、あの、無理やり感がさ、あ,、はい、あの、感じがアニメと特撮と似てたりとかするじゃないですか、やっぱり。そうですね。うん。 でまあ、今出てたやつっていうと、ダッシュカッペは結構、あの、見てたような気が、はい、しますね。そうなんですね。ええ、いいですね。植木さんは、タツノコプロといえばタツノコプロっていうよりも、僕の場合は10月19日っていうとですね、川崎球場なんですよ。はい、ほう。ロッテ対近鉄のね、あダブルヘッダーの。 まあ、なんでロッテがあそこでね、高沢がホームラン打ったかだね。うん、<laughs> いつの話だいつの話だよ、これは、ね。1988年です、そう,そうそうそう、三十もう30年前だね。<laughs> ああ、すごいな <laughs> まあ、次の年はね、西武球場でね、西武とのダブルヘッダーで2連戦、2連勝。ブライアント4連発。<ー>よしと。なるほど。ウェーブやったから、もうそれでまあいいんだけども。 でもそうなんですよ。ね、同じですね。同じ1988年のそのダブルヘッダーの日に、阪急ブレーブスがオリックスを買収することを発表っていうふうに、今ウィキペディアでは書いていて、ああ、そうなんやな。なんでそのタイミングで発表するんだよっていうのもあったの、ね、同じ、同じ年の同じ年に、同じ日に。<お>まあ、そんなこんなでね、10.19というと、私、近鉄バファローズファンとしては、 はい。川崎球場のことしか語れないわけでございます。ありがとうございました。はーい。はい。まあ、私はちなみに、まあ、阪急ブレイブス子供会には入っていましたが、<お>小学校の頃。でもまあ、うん、あれですね。えー、タツノコプロといえばやっぱりこのハクション大魔王とか。めっちゃ見てたな、うん、あガッチャマンも見てたなぁ、ね。あ、ガッチャマンもそうなの、ね、そうなんですって。おー。 そう。で、もちろんタイムボカンシリーズもそうですし、うん。よろしくメカドック。とか、あ、なんかあったロビンフットの大冒険とか、な見てたなぁ。すごいなぁ。で、なまさかの私今知ったんですけど、エヴァンゲリオンもタツノコプロなんだ。あ、そうなんだ。へぇ すごい。すごいですね。わへ幅,幅,幅広いですね、なかなかね。幅広いですね。あ、サイコパスとかもそうなん、最近のアニメとかでもそうなんですね。ピンポンザアニメーションとか。<ー>大好きだったやつですね。てなことで、皆さんの、タツノコプロの思い出、お待ちしてますますはい、えー、では、本題に入っていきたいと思います。 えー、今回は10月の2回目の配信ということで、毎月2回目の配信はゲストの方をお迎えしてお送りしています、えー。ということで今回もゲストの方をお迎えしていますので、まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、えー、こんにちは。初めましての人もいるかもしれませんが、えー、私はあの神戸で、えー、NPO 法人アイコラボレーション神戸の、えー、理事長をさせていただいてます、えー、板垣博明と申します。 今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。理事長はい。議長なんですね。理事長 !6 月末に、あの、代理が取れました。ああ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。じゃあもう予算から何から自分の好き放題、やり放題だね。ちょっと聞き、聞こえが悪いからそういう言い方やってください。大変、大変失礼てました。申し訳ございません。 いやいや、あの、その通りです。当あれ、れ <laughs> いやいや、嘘です。です <laughs> <laughs> 第三者は厳しい目で、はい、チェックをしてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えーと、まあちょっと、どこからお話を伺っていこうかな、というふうに、えー、考えたんですけど、僕、板垣さん多分お会いしたことが、えっ、ー、と、一度は、ま、あの以前に、あの、えっ、ー、と、すごい観光通りが泣いてたミートアップに来ていただいたときに、はい。<laughs> あ,<の>あります。お会いしたのと、その前ってありましたかねなんか、 あのー、CSS ナイトで一度だけあの名詞交換だけさせていただいたことが。あ,あ、本当ですかはい。すいません。全然覚えてないです。はいやいや、あの、植木さんに紹介していただいて。あ、ああ、わかった。でもそうですね。えー、確かにそんなことがありましたね。結構前ですよね、でもそうですね。はい。はい。だいぶ前だと思います。はい、だいぶ前。植木さんは結構もうお付き合い長いんですかはい。あのー、 あの、こっち、こっちから、あの、つけ回してる感じがしますけど、<laughs> 植木さんが現れるところには、あの、だいたい顔を出そうかなと思っております。いつうのでしたっけ僕初めて会ったのは、あの、2 0 1 0ですね。2010の、あの、植木さんと梅垣さんと、あの、渡辺先生と、あの、 三人で東京女子大で、はい,はい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 、あの、新ジスっていうあの、はい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 、開催された時に僕はあの、ジスの T シャツ植木さんから買いました。はい,はいはいはい。ははいい、それがあの植木さん初めて会った時ですね。はい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 。で、その後あの、大阪であの、関西でアクセシビリティを考える会、あの、坂本さんとか、 と一緒にあの、ひら開かれてるときに、僕すごい感動して、その時あの、植木さん、僕のこと覚えててくださってて、あの、東京女子大着てましたよね、T、はい、シャツ買いましたよね、ってあの、しょんべんしながら、二人で。しょんべんしながらだっけか。う覚えて、覚えててくれたんやと思って、すごいちょっと感動してしまって。覚えてるで、ね。<laughs> え、あの、今の、今の坂本さんというのは、どちらの坂本さんですかえー、っと、 国さんの方ですフォルトゥナの,あの色の方ですよね。あ,あ、そうです、そうです。ですね、はい。色の方ですよね。はい。なるほど。で、あのー、まあ、えー、今、その NPO、えー、アイコラボレーション神戸ですかね。はい。ですね。はいえー、の、はい、まあ、理事長ということですけれども、この NPO 自体はもう結構長いんですかね。はい、あの、NPO として,しての、NPO としてというか、まあ、この組織としての活動はもう結構長いんですか そうですね。NPO の法人格を取ったのが2008年なんですけども、はい。えー、アイコラボレーション神戸自体はもう13年になります。うん、だいぶ長いですよね。うんそうですね。その、草津が一応本,本拠地として一番最初に開業したんですけども、そちらが15年ですね。ああ、そうそうですね。なんかあの、 えとサ,イサイトを拝見するとも、も、えー、と何か所かあるようですけれども、はい、なんか僕は実は、はい、あのサイトを拝見するまで神戸しか存在を知らなかったので、ちょっと見りしたんですけれども。これはもうど、この6箇所とも、えー、神戸も含めて、えーまあ、ウェブ関係のことであったりとか、えーまあプログラミ、一部プログラミングとかっていうことも確か書いてあったと思いますけど、そういったことをやってるところなんですか はい。あの、デザインから、プログラムから、ホームページ作成から、あの、DTP から、あの、結構手広くやらせてもらってます。<ー>はい。今、アイコラボレーション神戸に関して言うと、えっ、ー、と、どれぐらいの方が関わって、えー、働いてというか、まあ制作とかやられてるんですかえっと、神戸自体は全部で15名。お,<ー><で>お スタッフが3人で、あとがあの全て、えー、何らかの障害はあるあの当事者っていうふうになってます。ああ、なるほど。はいはま、基本的にじゃあその制作とか開発とかをやってるのは基本的には障害者。そうですね。あ<ー>やってます。はい。えっと、ウェブの案件が占める割合は大きいんですか そうですね。えー、やっぱりあの昔ほどは減ってきたかなとか思うんですけども、大体、ええ、いいウェブをやらせてもらってますね。でそうするとその、やっぱりその障害当事者がやることによって、まあ、得られる強みとかっていうのは感じられることはありますかそうですね。やっぱりあの、まあ、こういうじあのアクセシビリティの授業をしておりますと、やっぱりあの 当事者とかそういう意見があのやっぱり結構知られてないとかそういうのが多いと思うんですね。うん、ですのでやっぱり当事者が実際に作ったり触ったり見たりしてあの思ったことを発言できるっていうのはやっぱそういう強みになっていると思います。結構やっぱりその当事者が使ってる様子そのものであったりとか、まあ、その結果として出てきた意見だったりとかっていうのを クライアントさんに対して、ええー、はい、まあ、提供というか、見せるというか、はい、チャンスっていうのは多いですかまあ、あの、聞く耳持ってくれなくても、こっちから一方的に話していったりとか、<laughs> そういうことは、あの、まあね、せっかくあの当事者の特性を生かしてっていう、あのまあ、キャッチコピーとまではいかないですけど、そういうことでやらせてもらってるので、うん、まあ、あの、無視されようが、 聞く耳持たな、持た、持ってもらわなろうが、あの、どん <laughs> どん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 話していったりはしてるんですけど、やっぱそれでもあの、興味持って聞いてくれる人とくれない人とっていうのはやっぱり分かれるかなっていうのは、あの、実感してます。ああ。まあでも、その、普通、 の一般的な制作会社とかだとそう、そうやりたくてもできないっていうところもあるでしょうから、少なくともそれであ<ー>あの知るきっかけは増やしてるんでしょうね、確実にね。だったらいいんですけどね。障害の種類ってど、どの辺の方たちがいらっしゃるんですか えーっと、精神障害もいますし、視覚障害の方もいますし、えー、知的障害の方もいますし、も,うもちろん結構、あの、人数多めが、その死体不自由の方が多い、多いですね。なるほど。はい。で、えー、っと、板垣さんご自身はこれもう、その最初の段階から、初期段階から関わってらっしゃるんですかえー、僕は、えーっと、今年で、 11年なので、設立して2年目にここに入りました。ああ、そうなんですね。はい。ああ、なるほど。それで、もともとこういうあのウェブとか、えー、プログラミングとかそういう方面のことをされてたんですかしてないんですよ、これが。そうなん <laughs> <ー>一応あの、高校出て大学受験したんですけど、全部落ちちゃって。<ー>で、えっ、ー、と、その、明石の、 えっと、兵庫県赤石市に、その、障害者の、あの、自立生活とか、車の免許とかをリハビリする施設があるんですけども、はい。も路頭に迷っとって、そこに入って、で、そこから、その、障害者の専門学校に行って、キャドを勉強してたんですよ。おお<ー>。で、えー、その、担任の先生に、こういうところがあるけどっていうのを紹介されて、面接受けに来て、初めて、その、ホームページっていうのに触れた感じです。 おじゃあもう、その、えっと、アイコラボレーション神戸に入られてか、から、あの、ウェブに関しては、え始められて、続けらってらっしゃるっていう感じなんですね。そうなんですよ、はい。おぉ、なるほど。はい。えぇ、ー、i c o r a b u l a t i さんに入ったきっかけって、何があったんですか <laughs> えっと、どういう行き<つ>で、 そうなんですよ。もう、あの、大学全部落ちて、うん、で、まあ、こ、えー、自分で生活できるようになったとはいえ、お金を稼がないとっていう路頭に迷ってる時に、その、行ってた専門学校の先生が、あの、ファックス、えー、求人票を見せ、はい、見せてきてくれて、うん、で、お前、お前どこも行くとこなかったら一回受けてみたらっていうので。<laughs> <laughs> <laughs> ーー本当にそんな、そんな勢いをやったんですよ。では受けに行ってみますって、締め切り1日前やったんですけど。<ー>はい。それ,それで、ハローワーク通して申し込んで、えー、面接してもらって、訓練からっていうので入りました。ぶっちゃけ、その求人票をこう目を通した時は、どんな印象を持ったんですかえっと、もう、路頭に迷ってたんで、もう、笑おうもすがる思いでだったので、 あの、まあ、あの、障害者の方が多いっていうのがやっぱり大きかったですね。一般企業をずっと受けてきたんですけども、うん、まあ僕の話とか知識とか、そのおとりがあったんですけど、まあ、それを踏まえて、まあ、ここやったら、あの、働けるかなっていうのもありました。それがね、十数年後にはね、はい。 予算とかかかか使いいいいいい放題だもんななっ <laughs> っこいいなこ人悪ですまあはい、確かにその障害者の雇用っていう側面で考えるとあのどうしても企業の側がそのなんんですか、ね、健常者を取る時は取ってからトレーニングをするっていうのが当たり前なのに障害者だとなんかその取ってからトレーニングをするっていうことよりも取ってすぐ使える人の方を選ぼうとする傾向が強いような気がしていて。 はあ。多分ですね。それで結構僕も含めてですけど、えっ、ー、と就職活動に苦労してる障害者は多いんじゃないのかなっていう気がちょっと今の話を聞いてて思いましたね。なんか、ね、本当に苦労しました。<laughs> うん。はい。えっと、まあもし差し支えなかったら板垣さんご自身がどういう障害をお持ちなのかとかちょっと簡単に説明していただいてもいいですか？ えっと、僕、先天性なんですけども、その体中の関節が拘縮しているんですね。別に進行するわけでもなく、良くなるわけでもなく、まあ、リハビリで、えっと、現状維持はできるかなっていうので。じゃあもうそれはもう上司も下司も含めて全体的にっていう感じなんですかそうなんですよ。もう足から、足の先から。 頭は多分大丈夫だと思うんですけど、<laughs> 感あんまりないですからね <laughs>、はい、<laughs> 顔より下ですね、足から、なるほど、えっとまあ、そうすると当然その、えっと、足、足詞に何かしらの障害があると、まあ、移動が難しいとかってことは、まあ、あの想像にかくないですけれども、上司の部分での、そのえー、例えばそのパソコンとかの操作に対する影響とかっていうのは、板垣さんの場合はど,どういう感じなんですか。 僕はやっぱ最初は大変だったんですけども、その、やってるうちに慣れてきて、僕はあの、その関節硬い上にその手が上がらないんですけども、か、えっ、ー、と、肩の関節が、えっ、ー、と、丸くなってて引っかからないから腕が上がらないって昔言われたんですけども。はあ、肩の関節が丸くなっていて引っかからないから上がらない。えっと、例えばじゃあ、右手グーしてもらっていいですかグー、はい、はい、しました。 で、左手でその具を覆ってもらっていいですかはい、しました。で、その左手をパーにしてください。しました。で、右手が僕の腕なんですよ。ほう。<laughs> だからひ、ひあの、ツルツルツル,ツルっていうかあも<ー>平面の上に、はい、コブが乗ってる感じなんで、ね、あの、関節の引っかかりがないというふうに言われて、はい、腕が <laughs> 上がらないと、そういう、あの、ことを言われて、もう、 ずっと上がらないみたいです。お<ー><ー>人間の体ってすごいな。でま、すごいっすよね。<ー> <laughs> なんでそうなったんやろっていうのがあるんですけど。ね、<laughs> で、も、ま、そうなんですけども、その、勢いつけたら上まで上がったりするんですよ。あははは。へ<ー>でもすぐパタンって落ちる感じなんですけども。うん。うん、で、まあ、パソコンを打つのは、右手を台にして、うん、左手で、 指ああで,ですね<ー>その右腕の台をずっとあの動かしながらおお<ー>スライドさせたりとかするってことですかああそうですそうですはいなるほど結構大変ですねそれは そうなんですけど、やっぱ、な、慣れというか。<laughs> まあ、それはそうだと思いますけども。はい。うん、大変、見、見た感じ、すごい大変そうやなって思うんですけども、僕からするともう別に、普通になってる感じです。まあ、まあ、そうですよね。それは多分、はい、あのー、 僕が普通に、あ、僕がいう、僕の普通で。例えば、アイフォンとかを使ってるのを見ると、周りから見ると、すごいまどろっこしく見えると思うんですけど、まあまあ。使えるからなっていう感じ。ではう <laughs> そうですね。それと同じだと思うんですけども。同じだと思います。それ慣れるのって、結構時間かかりました?。あまり意識ないんですよね。やっぱ大変やなっていう思った時期の方が短かった。 とにかく多分あの必死やったと思うんで、んあのし自然に慣れた感じなんで、でもまあ、あれですよね、このパソコンとかを使えるようにするための苦労って、その後に得られるリターンが大きいのが結構はっきりしてるから、そうですね。っていうのはありますよね、多分ね、あります、あります、はい。もうこれ、何、これやって何になるんだろうってあまり思わなくて、済みますもんね。<laughs> うん、そういうの大きいですよね、はい、でもね。はい、はい。で、まあ、そういう状況の方に、まあ、よく、こういう質問されるんじゃないかと思うんですけれども、あの、はい、最近の、えっ、ー、と、音声認識とかっていうのはどういうふうにご覧になってますか音声認識ですかはい、音声認識を使った入力とか。あ、シリとか、そういうことですね。はい,はい、シリも含めてですね。僕、シリ使えますよ。あ<ー>、使えますかはい、あのー、まあ、 あの、指も、あの、グーパーできない手になってるので、うんうん、まあ、あの、えっ、ー、と、iPhone で売ったりとかはできるんですけども、やっぱり、あの、昔から口渡しちゃっていうふうに言われてたので、<laughs> <laughs> やっぱりそれは、あの、使うべきものやなと思って使ってるうちにやっぱり便利やなっていうふうに思ってきましたね。やっぱり便利だっていうふうに感じられますか感じます。あの、 えっと、た、例えば iPhone とかメモ帳も音声で入れれるんですけども、そういう時は、あの、あんまり使わないんですよ。結構、あの、はっきりし、滑舌悪いから、あまりしっかり認識してくれないっていうこともあるんですけども。まあ、例えば天気とか、えー、電車の時間とか、そういうのは音声認識で調べたりします。あ まあ確かに僕もそういう用途に関して言うと意外と便利だなって最近思うようになってきましたね、はい会に関してはい。便利だと思います。で、まあ多分その、なんだろうな、えっと、原因は違うんですけど、その iOS のとかアイオンスクリーンキーボードを使った時の入力の遅さっていう意味で言うと、僕も普通の人に比べると全然遅いので、やっぱりそこで、はい、あの、 そういうちょっとしたものを入れるよりは喋った方が楽っていうのはすごく感じるあ<ー>あ感じるんですよね。もう一緒です、すすす本当に多分感覚はすごいい一緒だと思いますで、えー、とアイコラボレーション神戸としての、まあ、そういうなんていうんですかね、えー、と開発とか、えー、の活動、はい、っていうのがまあ,ある一方で、えーと、ここ2年か3年ぐらいですか、はい、えとアクセシビリティの祭典。はい のこれの,、まあ、あの一応、中心になって企画されてるのも、えーと、このアイコラボレーション神戸さんっていう感じなんですよ、ねはい、そうですね、あの僕らがアイコラボレーションがあの主催となって、えっと今年が第2回目で、5月にさせてもらいました。これはあれはじ、1回目が去年ですか、去年、去年です,年ですね。 はい。去年の2月にさせてもらいました。初めて。はい。あなるほど。で、今年5月あって、これは、はい、あの、どういうきっかけで始まったんですかえっと、まあ、あの、おもとを正せば、その、やっぱアクセシビリティっていうものが、あの、東京とか、あの、関東の方では結構勉強会とか、あの、目まぐるしく、あの、開かれてると思うんですけど、やっぱなんかそう、関西で、 なんかちょっと寂しいなっていうのがありまして。で、まあ関西でそういうアクセシビリティだけの、あの、何かをしたいなっていう話はもうずっとしてたんですよ。はい。で、まあプラス、その、アクセシビリティとかそういう福祉というふうに捉えられがちっていうものだと思うんですけども、その、第1回目、第2回目もまあそうだったんですけど、あの、マシンリーダブルって っていうキーワードをあのキャッチコピーに入れて採点を開いたんですけどもその福祉僕もそうなんですけどそのなんていうんですかね結構その障害者やけど障害者と思ってない思いたくないっていうのがまあ昔からあったんですけどもその福祉っていうふうに見られるのがあんまり好きじゃなくてでまあマシンリーダブルっていう言葉もその 福祉に限らず、やっぱもう今皆さんそのパソコンを使ってる時点でそのマシンを使ってるっていうことになってると思うので、その一緒、一緒じゃないかなと思って、その福祉という枠を飛び越えて、はい、もうみんな一緒だよっていうマシンリーダブルだよっていうのを、えっ、ー、と、広めようっていう、そういうのもありまして、思い切ってそのお祭りをしてみようっていうふうなのが、まあきっかけというか、いきつというか。はい えっと反響とかどうですかどれ、どれぐらいこれ参加者って集まりましたえっと1回目が100人前後で、で、はい 2>, えー、2回目が130人前後でした、ね、結,構結構な規模ですね、そうですね、僕らもちょっとびっくりしてたんですけども、うん、はいじゃあまあ、やっぱりその予想していたよりも、えー、興味を持ってる人が多いっていうような印象ですか多かったですね、意外と。あ その何々っていう風なあな感じで来てくれた人もたくさんいましたので、お祭り何々ってそういうなんかノリで来てくれた人もいたので、で来て帰ってあのアンケートを見たりしたら、知らなかったです、勉強になりましたとかそういう声をいろいろいただいてたので、やってよかったなっていうので2回目もあのした感じしました。はい、なるほど。これは植木さんは2回とも参加されてますよね、確かに。そうですね、はい。 植木さんどんどな印象をお持ちですかえっとまあ朝から晩まで丸一日やってるイベントなんですけど、えー、っと会場がちょうど半分ずつに分かれていて半分がセミナールームで半分がブースが並んだ展示ルームみたいな感じになっていてでまあセミナールームの方は朝からもう、まあ、主にウェブ系のセッションがわーっとあって。 でブースの方はうは、えー、脳波で飛ばすヘリコプターとか、<laughs> えー、結構未来だな、ね、そういう、はい、車いすの展示もあるしいろんなそのウェブ、どっちかっていうとウェブじゃない支援技術の方が多いのかな、もしかすると、展示の方は。そうですね、割合的にはウェブの展示は少ないかもしれないですね。その でそのボイスオーバー、えー、ホームページ読み上げとかそういうあのブースもありましたけどもそうですよねはいだからまあ、あのー、両方たっぷり楽しもうと思うととても時間が足りないっていう <laughs> <し>て展示ブースもありたいけどセッション聞きたいし <laughs> セッション聞きたいけど展示ブースもありたいしみたいなこうジレンマを <laughs> はい GM を感じる最前ですね、はい。それが反省点です、あの主催者側としても。それだけ両方ともあの充実してるっていうことだと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。いや多分そのウェブのアクセシビリティに興味があるって人が来たときに、それ以外のものに触れるきっかけになるし、その逆っていうのも提供できてるから、結構理想的だと思いますけどね、その個性としてはね。あ やっぱ物を見せるっていうのが一番手っ取り早いかなっていうのもありますね。そうですよね。まあユユ、ユーザーがマシンを使うにはどうしたらいいかとか、うん、そういうことが一目で分かれば、多分あの、入りやすいかなというふうに思います。そうですね。これは第3回の予定とかはないんですかあります。おこれまだあのあ<の>言える範囲で何か教えてください。 いや、もう、えっと、まだそんなに話は進んでないんですけど、日にちだけは決めてます。おおあの、えっ、ー、と、5月の、はい。第3木曜日。おもうそれは、なるほど。じゃあ、それに合わせてっていうことなんですね。今年、今年もそうでしたっけど、ね。サロンパスの日なんですよ。<laughs> そ,ね、それ、それ、いずいずか言ってたような気がするな、なんかな、あの、ポッドキャストのオープニング。ああ、なんか。<laughs> 5月の第3木18日ですねですよねあのはいサ、はい、ロンパスの日はい <laughs> じゃあ2017年も5月の第3木曜日のグローバルアクセシビリティアウェアネス・デーに合わせてはい開催予定とはいさせていただこうと思ってますじゃあこれはもうあれですね皆さん本当に期待してると思いますのでぜひまたいいイベントにしていただいて、はい はい、こけないように頑張ります。<laughs> <laughs> ま、もしあれでしたら、また直前ぐらいのポッドキャストに出ていただいて、詳しく企画の内容とかご紹介いただいてもいいかもしれないんで。あ,ありがとうございます。あの、全然今の話と関係ないんですけど、あの、板垣さん、スイスに行ってらっしゃったんですよね。はい、あ、はい、行きました。ね。あの、サイパス論っていうのを、その板垣さんのフェイスブックで知って、 はい。YouTube とか動画で見てみたら、めっちゃすごいですね、これ。もう、すごかったです、当に。サイバスロンって何ですのんサイバスロンって何ですのん、はい、何ですのじゃあ、そこをちょっと、いか教えていただいていいですか <laughs> はい。サイバスロンっていうのは、えっ、ー、とー、まあ、雰囲気はすごいオリンピックみたいなんですよ。はい。で まあ、オリンピックっていうのは、その、先週の能力で競技するものだと思うんですけども。はい、サイバースロンは、その、まあ、先週の能力ももちろんなんですけども、それに対して、その、まあ、電動車椅子であったりとか、義手であったりとか、義足であったりとか。はい。それを、それをさらにパワーアップさせて、開発して、これやったらもっとすごいんじゃないか、これやったらもっと未来なんじゃないかっていうものを、当事者がつけて競い合う。 えー、競技大会っていう風になってます。すごい。ほんまに、なんか、それこそ、その、YouTube とかで見てると、その儀衆とかも、めっちゃあの、ロボットな、めっちゃかっこいいやつで、はい、このアニメの世界がそのまま現実になっ,なったみたいな,な。なってました、本当に。ああ、ほんまですか。<ー>すごい、めっちゃかっこいいんですよ。あれ、あくまでも人間、人間同士の対決っていうか、その、 人間プラステクノロジーで何か競技をするみたいな感じですか、その例えば <laughs> たまに見かけるロ,ロボット同士のなんの格闘技みたいなのじゃなくて、はい、あくまで人間がテクノロジー、最新のテクノロジーを身につけるかなんかして、そうですね、やっぱあの操作してるのはあの当事者になるので。はい やっぱ人同士の競技っていうのはやっぱ外せないと思うんですけども、まあその当事者同士で戦、まあちょっと言い方悪いかもしれないですけど、当事者同士で戦っても、まあやっぱ重度な障害があると、やっぱ競技にならないと思うんですよね。で、まあそれを補助する、補助、補助、もっとすごいものだと思うんですけども、今ちょっと補助しか言葉が出てこなくて、まあ補助するその代替手段とかパワーアップテクノロジーとかそういうのをつけて、なので、 やっぱ当事者と作った側と共同のチームっていうふうにはなってましたね。ねいろいろな企業さんそのテクノロジーの企業さんたちがいろんな技術をすごく研究のやつを出してらっしゃいますもんね。確かに日本からも三3チームあの参加されてたみたいです。お<ー>はい 日本はあれですよね、なんだっけ、えー、とサイバーダインっていう、ええー、かなんかにあるやつが結構有名,<ー>有名、結構有名っていうのは僕が知ってるってだけの話なんですけど、<laughs> あのパワードスーツかなんかそうなん、ね、あそ,うそ,うそ,うそういうやつですよね、いわゆるロボットスーツ的なものとか、と介護系のなんかね、えー、とねね介護支援ロボットみたいなやつとかも、なんかもう、パワードスーツっていう、はい、なんかそう単語だけでめっちゃかっこいいですよね。 なんかもう、だからあの、積損の人、下半身不随の人がそれをつけて歩いてるっていう競技もありました、ね。へ<ー>おすごい、すごいぞ。<ー>でもそれはちょっとすごく未来を感じていいですね。まあ、歩もう、歩いてるっていうのはちょっと大げさかもしれないんですけど、まあ確かに立って、うん、で、椅子に座って、また立ち上がって、スラロームして階段登ってとか、そういう競技がありました。 えー、一番印象に残った競技って何でしたどんなんでしたやっぱりあの、電電動車椅子ですかね。僕も乗ってるので。すごかったです。階段普通に登ってました。全選手登ってました。ああ、俺、テレビで見たかも、あの、キャタピラがついてるやつとか。あそうです。はい、<ー>はい、はい。キャタピラついた人が優勝したんですよ。確かに、あれは面白そうだね。 ええ。あれで、もう操作がほぼスマホなんですよ。ええ。そうなんですね。すごい。あの、ちょっとな、何入れてるかまではちょっと話聞けなかったんですけども、スマホで操作してキャタピラが出てきたりとか。うわめっちゃミライアンめっちゃかっこよかったです、やよし、すごいですね。じゃあ、理事長ね、もう予算使い放題ですから。 そうですよキャタピラ、キャタピラつけましょう。つけましょう。空、空飛ばんすかね。空ね。いや、いいんじゃない空も空飛んじゃってもいいんじゃないもう。ねもう、もう、ここまで飛るんちゃうかなって思いました。飛んでみよう。飛んでみよういや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 あすごい。とにかくすごかったです。 これ、毎年やってるんですかえっと、今年が第一回目なんですよ。ああ、あ<ー>そうだったんですね。へえ<ー>。はい。だから、思い、思い切って、ちょっと行ってみようかなと思って。わあ、すごい。これはな、何がきっかけで見に行ったんですかえっとね、僕、2年、これ二年前から話は上がってたんですよ。はい。で、まあ、あの、なんかそ、いろんな、あの、イベントとか、ハッカソンとか、行ってた時に、やっぱり、その、 会場ロボットとか、そのさっき中根さんがおっしゃったそのサイバーダイの話とかが、うん、あの、ちらほら出ていたので、ちょっと行ってみたいなっていうのは思ってたんですね。で、まあ、いよいよ今年ってなった時に、もう、海外も初めてやったし、そういうのも見たかったし、もういいきっかけやと思って、うんうん、あの、勢いで行ってみました。スイスの、のどの辺ですかえっと、 えっと、黒店っていうところなんですけども。ところ点一がない。ところ点とじゃないです。黒 <laughs> 店。ところ、黒、ところ、ところ点じゃなくて、えっ、ー、と、何でしたっけ黒点。黒点。黒 <laughs> <laughs>、えっ、ー、と、中立空港からタクシーでえ五、ー、分。 あ、地下ほぼチューリヒなわけですね。そうですね。チューリヒのスイスアリーナっていうとこ、アイスホッケーの聖地らしいんですけどああ、そうなんだ。はい、そこで開かれてました。神戸の街と比べてどうでしたかいや、もうなんか、あの、映画とか絵本でしか見たことない風景ばっかりやったから。いやまあでもその風景的なこと、 っていうのも、もちろん、そこは違いは大きいと思うんですけど、その、えー、っと、はい、電動車椅子ユーザーの視点としてどうでしたもう、すごい大変でした。ああ、大変なんだ。<laughs> 大変でしたね。電動車椅子ユーザーとしてはもう、あまり行きたくない街並みな感じです。あの、<ー>ま、なぜかというと、その、石畳なんですよ。あ<ー>あ<ー>、やっぱそう思ったんです。ああ、はい、はい。しかも結構デカめの石畳なんですよね。 で、えっと、坂。坂。<ー>石畳の坂。しかも結構勾配がきつい。お尻痛くなりそう,う。痛くなりましょうた。ううめっちゃ揺れそう。うわ移動、移動は大変でしたね。もう結構言うてましたもん。ヘルプみヘルプみ。<laughs> <laughs> <laughs> でもなんかその分、あのー、なんかその僕の勝手な情報なんですけど、そのヨーロッパっていうのはバリアフリーが進んでるみたいな、そういう、あのー、情報が結構入ってたんですけども、はい。ま,まず石畳やし、坂やし、で、歩道からだ道路に降りるときも結構な段やし、はいはいはい。全然バリアフリー進んでないやんって思ってたんですよ。<laughs> うん。何の情報やったんやろなと思ってたんですけど、はい。 結構ね、その人が、あの、話しかけてくれるんですよね。そうですねはい。ーね。で、そのバリアフリーっていう情報はやっぱそこにつながるのかなっていうのを、ちょっとふと考えたりもしてたんですけど、すごい、あの、嫌味なく爽やかな感じで、h e l p me, may I help you? って言って、なんかすごい言うてくれるんですよね。う なんかそういうその爽やかな暖かい感じがすごい心地よくあって、まあこういうことかなっていうのは、あの、ちょっと思ったりもしてたんですけど。神戸ではどうですかまあ、神戸に限らず、やっぱ日本はあの、あんまり声かけてくれないですよね。そうですね。はい。で、まあたまにかけてくれたりしたら、あの、ロンゲの花ピアスのロックンドーガーみたいな人が、<laughs> 兄ちゃん大丈夫みたいな、そういうことは、また、 たまにあるんですけども、<laughs> や,やっぱあの、困ってるそ振りを見しても、やっぱちょっと声かけてくれないなっていうのは日本、<ー>日本にいるとやっぱり意識ありますかね。そうですね。多分そこは僕も同じ感覚ですね。あの、はい。で、そうですね。ヨーロッパの方とかは、ヨーロッパ、アメリカもそうですかね。やっぱりね、<ー>ちょっと、あの、 声かけてくる率はあっちの方が高いかなっていう感じがするで。ああ、やっぱそうなんですね。そういう気がしますね。で、あとは、<laughs> はい、と最近思うのは、東京の場合は外人さんが結構増えて、その、はい、言葉通じないのに声かけてくれる外国人結構多い。<laughs> で、なんか片言の日本語だったり英語だったりで話しかけてきて、まあこ英,語の英語だったら英語で適当に答えますけども、そで、なんかあの、えー、とどっち行くのって 言葉通じないのに、よっこの人聞くなと思って。へぇー、すごい。そうですね。そう。あ、でもそれ。本当に多いんですよ、そういうの。あのー。えっと、今年かなあのー、大阪の、に帰ってるときに、電車で、あの、座ってるときに、全盲の方が乗っていらっしゃってて、その方のすぐそばに、席が空いてたんですよ。はい。席が、座れる席が空いてて、でもそれ気づかへんから、 今、右手に空いてますよっていうだけ声かけたんですね。私は。うん、そしたら、であ、ありがとうございますって座り張って、その時に私の横に座ってったおばちゃんが、あ、そうやって言ったらええねんや、って驚き張って、うん、おばちゃんとかは、なんか皆さん聞くのは、あの、なんて声かけたらいいかがわからないとか、そういうの、あの、何をしたらいいのかわからないっていう風に、 なるほど。言ってはりました。でも、その、そう、席、右手に席空いてますよって言っただけだったんですけど、それでめっちゃおばちゃんがめっちゃ、そっかーってめっちゃなんかもう、そっかーってなってたんで、あ、なんか、それでも声かけてよかったと思うそういうのがありました。うん。そうですね。それはその日、その、あの、声かけられた人以外にも随分、あの、影響本当に良かったですね。うん。っていうのがあったんで、だから多分そういうのを、やっぱり、あの、日本、 方々って知らないことの方が多いのかしらっていうのは思いました、うんうん、あの知らない時にえっ、ー、と知らないから聞いてみようってあまり思わないそうなんでしょうね,、うん、うね日本人は多分海外でまあその特にそういうあの比較的そういうなんていうんですかね人が声かけてくれやすい街っていうのはあの何か手伝えることはあるかっていう聞き方をしてくることが多いんですよ、うんうん でいや大丈夫だよって言うとあじゃあ気をつけてって言っていなくなっちゃうっていう,、ね、<ー>そ,うそういう感じがす,すごく気楽なんですよねやっぱりね。うんうん うこうしなきゃいけないって思ってる人たちっていうのは東京とかでもああ出会いますけどそうするとこっちが大丈夫って言ってもいや大丈夫じゃないみたいなことになるので、ね、<laughs> <laughs> まあ面倒くさいっていう面倒くさいですね結構結構面倒くさいですね自分のペースで自分ゆっくり行きたいのになんでそんな、うん、あのい急いで一緒に行かなきゃいけないのんだろうなって分かりますすごいわかります、えー あのと、ま、た話スイスに戻りますけど、何かご飯とか美味しいのありましたえっとね、そうなんですよ。ご飯も、あの、レストランとか、あの、調べて、店の前まで行ったりはしたんですけど、はい。その、大体階段やったんですよね。ああ<ー>。で、まあ、現地やから、すいません、あげてくださいって言ったらいいとは思うんですけど、うん、やっぱ僕も日本人なんですかね、その、どうやって頼んでいいかわからないっていうのがあったので、 あの、路肩に泊まったケバブとか、あの、朝、朝だけ店開いてるトーストとか、はははいいい。あとルームサービスとか、そういうのを食べてました。ああ、そうだったんですね。わあ、でも、そうそう、ケバブ。ャタピラだ。キャタピラ。キャタピラ必要ですね。いりますね。三段やったら余裕で登れますわ、ほんに。かっこいい。いいな。 まあでも本当そう、そうなんですよね。多分その、数段だけっていうのが障壁になっちゃうケースってすごく多いんですよね、多分ね。はい。で、すごい悔しいんですよね。だと思います、それは。二段やんっていうのよくあります、に。見えてるしね、目の前にね。あ、はい。もう、入り口の中も見えてて二段あったらもう。匂いもしてくるしね。してきますね、本当に。ああ、え、匂いや。 なんで行かれてんのやろう。上木 <laughs> さん関西弁うまいですね恐縮です <laughs> <laughs> そうですねそういうちょっとした障壁がもどかしかったりしますねなるほどそうですね多分現地の人えっ、ー、と当事者とかだと比較的もう平気で頼んじゃったりとかするんでしょうねああいうのはねすると思いますうん でまあ、5、五6組、5、6台車椅子見たんですけども、その単独で動いてるっていうのがあんまりなくて、あ,あ,あの、最低3、4人以上で、あの、移動しては、まあ5、6組なんですけどね、見た感じなんで、その単独で動いてる人にちょっと会って話聞いてみたかったなっていうのは思ってたんですけども。たぶん単、えー 単独ででは難しいいと思うんですよ、キャタピラがない限り、ね、そうですよねはいでこのイベントはまた定期的に開催される感じなんですかえっとそういうあの決まっオリンピック4年に1回とかそういうことはまだ1回目だったのでないみたいなんですけども、はいえー、次は2020年に開く予定らしくてじゃあ4年に一度な感じですねはい、はい になると思いますけども、その候補地がドバイか、かずに中国か、うん、で、噂では、噂では日本っていうのも上がってました。わあ,あ、東京オリンピックと一緒にそうなんですよ。それをあああの目指してやるかもっていう噂みたいですけどね。へえ。 いや、しかし、この分野の4年間の動きはき、ね、絶対でも違うものになってますよね。目ま苦しいですね、多分。まあ、我々政府としましては、はい、日本でやることにもうやぶさかではございません。ありがとうございます。<laughs> えー、そっか <laughs> なるほど。そう、すごく、すごく興味深いですね。ねえ<ー>、ねこれは、絶対に生で見たら、め、絶対興奮しそ、しますね、これね。 もうすごかったです、観客席ももう、うわ話、話声聞こえないぐらい盛り上がってました。ずっと多分ね、マジか、マジかってなると思うんですよね。なります、なります。どうやっていくの、それって。そうね。はい、なります。じゃあ、えっと、だいぶ時間も長くなってきましたので、最後にじゃあ、板垣さんから何か宣伝ですとか、あるいは聞いてる方へのメッセージですとかありましたら。 お願いしたいと思うんですが、どうでしょうはい、えっ、ー、と、何か言いたいですね。<laughs> えー、お仕事の募集でも、えー、お仕事の募集はもう、こんなお仕事、<時>こんなお仕事待ってます。もう、常時受け付けてます。で、えっ、ーえー、と、まあそうですね、あのー、関西は関西で、 まあ、あの、最終的にはね、日本でっていうふうな、世界でっていうふうな形にはなっていってもらいたいなとは思うんですけども、もう関西のアクセシビリティは、あイいコラボレーションだなっていうのを、まあ、まず広めていこうかなと。で、もう、日本で、あのー、有名人になりたいなというふうに思ってます。そこは以上、もうお金があるんですから、どうにでもやりますよ <laughs>、うん 使い放題ですね<ー>。使放題まあね、あの、せっかくあの、お三方ともあの、お知り合いになれましたので、もう、あの、関西でこんなんやってよっていうのがあれば、もう全然、あの、僕に言っていただければいいとまあ、あの、お三方に限らず、東京の方、東北の方でも。で、まあ、関西は関西でこっちでしっかり、あの、踏ん張って頑張っていきますので、えー、これからも、 日本を盛り上げていきましょうということで、あの、僕の最後の挨拶をさせてもらいます。<laughs> <laughs> 普段、普段どういう仕事が多いんですか僕っすか、ええ、僕は、あの、実試験を常にやってます。ああ、なるほど。えー、はい。まあ大体あの、自治体さんなんですけども、あの、ウェイクさんのホームページとか、あのウィーキャグ2.0とかホームページを見ながら、 あの、自分らで作った実装チェックリストで、実、えー、テストをしていってます。アイコラボさん全体としては、なんか他,他にも、こんなことやってるとかってアイ、はい、コラボ全、もうそうですね。もう本当に最近では、その、まあ、アクセシビリティ事業ばっかりなんですけども、あとあのー、具体的にはどんな感じそのウェブのが多いんですか ウェブがほとんどです。はい。もう、あの、やっぱりパソコンばっかばっかりになってくるので、あの、ウェブが大半なんですけども、そのユーザー評価っていうのも、あの、させてもらってます。はい,はいはいはい。ウェブサイトのあ、これもウェブなんですけども、はい、その、まあ、自治体さんとか実テストをした後に、 まあ実装チェックリストでは OK だったんですけども、その実際に触った時にどういう感じなのかっていうのをが知りたいっていう声が昔あったので、でまあ、えっと、これは名前を出していいと思うんですけど、神戸市さんに限ってはもう5年間ずっとその実装テストとえーユーザー評価と常に5年間やらせてもらってます。で、ユーザー評価っていうのはまあ高齢者と、え視覚障害者の方と、死体不自由の方とにこっちでシナリオを作って、 こっちの質問に対して操作してもらうっていうユーザー評価っていうのも、えー、しております。今後え、こんな、こんなことのお仕事が来たらいいなとか、こんなことやってみたいとかっていうのもありますかなるほどですね。まあ,あ、その、体頭使わずにお金が入ってくる仕事がしたいですよね。<laughs> <laughs> そうですね。重要。<laughs> それは、そうです。うん、その結果としてキタペラがつけれればね。 本当いいっすね。言うことないよね。<laughs> なんかもう悪だくみな話になってますけど、なんか。<laughs> 重要です。ね、えー。理事長分かってるじゃないですか。<laughs> <笑><笑>まあそうっすね。あの、やっぱりアクセシビリティここまで、あの、長く続けてるし、結構あの、知り合いとか、あの、協力者とかも増えたので、やっぱアクセシビリティの仕事はどんどんしていきたいなっていうのは思ってます。<お>はい。はい。 えー、ということでじゃあ、あのー、我々アクセルもそうですけれども一緒にぜひアクセシビリティ関係を盛り上げて、えー、生き続けようという感じで <laughs> はい、はいえー、今回は、えー、アイコラボレーション神戸の板垣博明さんをゲストにお迎えしてお送りしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,あり,ましたありがとうございますということで本日のポッドキャストは以上です はいどうもありがとうございますまた次回でーすキャタピラーさよならキャタピラーキャタピラーこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feed feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回もうすごかったですの サイバースロンって何ですの、はい、何ですの <laughs> いや、そこをちょっと、板川さん教えていただいていいですか <laughs> はい、サイバースロンっていうのは、